フェス3回ありがとうございます。あきひこさん、ハートありがとうございます。としさん、ハートありがとうございます。ピュアさん、こてつの上にみかんがポツってぼっちで置いてあるやつありがとうございます。髪飾りかわいい。これはうさぎー、ウォンウォン、鳴き声違うね。うさぎです。これはうさぎだけど、あのもうね、ワンちゃんのね、名前ちゃちゃワンちゃんのモノマネうまいんだよ。聞いてない、目つぶって聞いてください。ウォンウォン。マシマシさん、タコありがとうございます。うんってみな、うまいやん、うまくない。あんあんあん。まあまあでした。じゃあモノマネまんまとこつで、トモさん、今年の上にみかんがお手入れつありがとうございます。昨日はあれでした、 S 公演のアンダーでした、イエーイ。そして夜は横にゃんさんの生誕でし、生誕祭でした、イエーイ。そしてお手紙が須田さんからでとても羨ましかったです、イエーイ。そしてスピーチもとても感動しました、イエーイ。そう、なんか最初あのなんかお手紙で、あの SK ホテルとそれとかあるよね、センターの人ですって言ってたじゃん。なんか普通にその時はふーんってなんか普通に聞いてたんですけど、そうセンターの人って言われて、あーうーんってなんかそのまま聞いてたんですけど、なんか名前言われた時に急に反応してしまいまして、そう普通に何もなんか別に全然気づかなくって、うーん普通に聞いてて、最後の名前で気づきました。はい、ちょっと付け合わせれました。イヤリングをつけたいと思います。今日は緑です。はい、オーマイガー。はい。で、羨ましくて、須田さんに昨日あの手紙をあの見ましたって LINE をして、そしたら返事が返ってきて、それでもう学校行ってか、学校行ってる時に、違うな、昨日の夜ぐらいに帰ってきて、ももが返して、それで今返信待ちです。ももが打って、今返信してきてくださって、次にももが返信して、まだ返信待ちです。えがち48さん、ハートありがとうございます。はい、返信待ちなので、あのなんか今ドキドキしてます。まもがちさん、ハートありがとうございます。恋人か、西さんが今 S 公演で、違う間違えました。西さんが今 E 公演で、モモがこの前西さんの生誕祭の時にあげたあのあれを使ってくれてるらしいです。ネイル、わかる、ネイルって爪に塗る液体ですよ。です、そう。あと昨日吉野さんの生誕祭で、もうそういうとこあるよねが吉野さんのポジでした。あ、左手、これは落書きしたやつです。これ桃、これ桃、これカレーライス。なんか学校で落書きするんですよ。それで桃とカレーライスを描きました、イエーイ。じゃこれは自分で描いて、これはなんかお友達と2人でやったらこうなった。そう、お皿の下は、あ、これ？これがお皿で、これがカレーライス。うまいっしょ。スペタンカクタン、タコさんありがとうございます。消えるよ、なんかね、これね、自然と消える、多分消えなかったら一生これと生きていきます。そう、多分消えると思います。消えなかったらもうまあこれと共に生きてきますので、よろしくお願いします。
あと昨日のまた S コーンの話に戻りますね。昨日の S コーンでモモは S 推しが須田さんのポジでした。イエーイ。そう、最初のチームエースもりもりってやつです。そう、須田さんのポジだったやつはみんなも一緒にあかりんりんみたいなやつです。そのところを昨日ももがやりました。イエーイ。SOC です。でした。嬉しかったです。そう、土曜日に E の2回公演して、日曜日に S の2回公演して、土日で4公演やったことは今までで初めてと言っていいぐらい、アンダー連続、アンダーを2回2日連続出たのは初めてで、どっちがどっちか混ざらないか心配だったんですけど、なんとかできたので良かったです。イエーイ。疲れた。まだ13歳なので寝れば治るとよく言います。寝れば治るで。そう、ゆもたんお疲れ、ありがとうございます。この配信は8時までやります。ぜひ見てください。イエーイ、ありがとうございます。そう、あゆの作文、昨日の S 公演の自己紹介の横にゃんさんの生誕祭の自己紹介で言った横にゃんさんのあゆの作文は、今学校で早口言葉とあゆの作文が流行ってます。そう、学校のやつです。あじゅうばわたん、コン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 、まねきねこのコマ、ありがとうございます。イエーイ。こんにちは、まねきねこくんです。そう、糸巻き巻き、糸巻き巻き、引いて引いて、コンコンコン。絵心あるよ。だからこれは塗り絵です。絵描いてません。もうこんな上手い絵描けないです。風が強くて家が飛びそうな、家飛ぶの、ちょっと持った。大丈夫、そんな風中、ももの家の方で全然風吹いてない。そう、トライ飛ばないように気をつけてください。あ、これで気づいた。ももとりあえず今日夜ということで、カラオケ配信をちょっとリベンジしていきたいと思うんですけど、ちょっと待ってね。まずカラオケ配信がまた失敗したかもしれないので、ちょっと一回少々お待ちください。まずちょっと一旦待ってね。はい、一旦、はい、カラオケってとこ押します。あー、押した。わ、マイクを押して、マイクを押して、ここで曲名を、それでイヤホンをささないとイヤホンをさしてくださいってショールームの機械に怒られてしまうので、はい、ちこれ、これはまたあれだ。あー、できちゃったー、できちゃったよ。今から早速行きたいと思います。できました。もうだ、2回目のカラオケ配信、イエーイ。ということで今から歌いたいと思います。聴いてください、平野桃奈で永遠プレッシャー。聞こえない、理想の彼女になんてきっとなれない、プレッシャー
人で突然告白された。はい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 、どうして私のことを産んでくれたの。仲良しグループ映画の帰りに横に並んだあなたが好きだっていう、知ってなかったの。見つめられたらプレッシャー、愛に慣れてないから、ウォー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 、私に期待しないで、今のままじゃダメなんだ、綺麗になりたい、プレッシャー。あー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 、ここここ何、音割れってここ、ここっすか。あー、あ、ここで固定しろと。あ、そういうことね。はい。じゃあ、もう一曲いいですか。もう一曲いいですか。AKB 以外の曲歌って。じゃあ、SKE の曲歌いますね。む。ぐ。これは SK48 でやって、ここから探す、少々待つよ。モーが探している曲を今探してます。あるかな、ない。あれれれ。ないな。待ってね。じゃあこれにするか。じゃあ、テーマはラブソングを歌おうとしたんですけど、もうには探せれなかったので、次は今発売の新曲、そういうとこあるよね、歌います。聴いてください。そういうとこあるよね、ここでいい、ここでいい、はい。おお、あった、
が割れるやつしなかった？しなかった？え、大丈夫だった。イエーイ。今聴いていただいたのはももが大好きな大好きな大好きな須田あかりさんのセンター曲そういうとこあるよねでした。イエーイ。ありがとうございます。わお、スペタンカクタンタワーありがとうございます。イエーイ。またこうやってクマが必死にあのタワーにぶら下がってるやつありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。という感じです。カラオケ配信です。今日は無事にやることができました。お腹が鳴った。ありがとうございます。そうです。ご飯まだ、え、もう食べたよ。食べたけどお腹が空いたのかよくわかんないんですけど、あのお腹が鳴りました。うん、そうです。という感じです。アンコール、アンコール。じゃあ皆様なら何を歌ってほしいですか？何がいい？滑りたいからあるかな？探してみるね。あるかな？今の中ではなかったけど。痛いから。検索結果がゼロでしたって。検索結果がゼロでしてた。あ、ウィンブルドン。ウィンブルドンあるかな。ウィブル、ウィンブルドン。ウィンブルドンはちょっと探せれないですね、ももには。そう、でね、あれならよかな。じゃあ SK48 の中から探します。ラブラあるよ。じゃあ最後の一曲いきます。愛してラブルが見つかったので聴いてください。平野桃奈一人で愛してラブル。
じで第2回モモの唐揚げ配信を終わります。イエーイ。スペタンゴクタンめっちゃ可愛い、ありがとうございます。第2回です。モモはカラオケ配信が大好きになりました。1回目は成功できなくて、2回目はできて、3回目がなんかよくわかんなくてできなくて、4回目、今やっとできました。ありがとうございます。永遠プレッシャーと、そういうとこあるよねと、愛してラブルを聞いていただきました。皆さん、アンコール、ありがとうございます。3曲続けて聞いていただきましたが、皆さん、モータンの疑いはどうですか？イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。それではここで、おー、今学校で流行っている早口言葉をしていきたいと思います。イエーイ。はい、ということで、もう早口言葉が大好きで、なんかネットでいろいろ調べたらたくさん出てきたので早口言葉やりたいと思います。1回目のお題はこちら、油アルバム。難しくない？それでは、行きたいと思います。3回行きまーす。せーの、アブラルバルアルバルバルアルバーアルバム。イエーイ。意味わかんないね、この意味。意味わかんなくない？そう思うと。だって、アブラがアルバムだよ。ゆっくり合わせて。アルバアルバム、アルプラアルバム。アルバーブラム。意味わかんないよね。でも難しいんですよ、これ意外と。みんな言ってみてよ。はい、みんな同時に。せーの。アブラブラブアブラアルバム。アルバアルバム。むずいっしょ。アルバアルバム。ん？あー。アブラアルバム、アルバアルバム、アアブアル。続いて、これは難しいですね。コメントだと言えるよね、それ。これもう書くことはできたんだよね。続いてこちら。これ超難しい。ハシュチュジョーで、ハシュチュ、え？ハシュチュジョーで、シュチュチュ。もう言えないから書いたんだよ。ハシュチュジョーで、シュチュチュ。こちらの難関早口言葉を言っていきたいと思います。聞いてください。もうの早口言葉。はい。ハシュチュジョーで、ハシュチュ。ハシュチュジョーで、ハシュチュ。ハシュチュジョーで、シュ。手術中、発出中で手術中、発出中、ヨータめっちゃ可愛い、ありがとうございます。間違えた、書いてない。発出中、発出上で、手術中。発出中、発出通常で、手術中。ほら、はい、みんなも言ってみてください。せーの。言えてませんね、難しいですよね。じゃあ最後に言いたいと思います。聞いてください。せーの。発出通り、発出中、発出通り、手術中、手術中、発出中、手術してます。イエーイ。難しいですね、これは。
難しいです、これは。これも難しかったですね。続いていきたいと思います。あと2問あります。こちらもまた難しいですね。はい、社長、支社、社長、支社長、支し、支障、支社長、支社長、社長みたいな。なんかわかんないけど、社長、支社長、支障、支長、全然意味わかんないけど、社長しかわかんない。社長。一回深呼吸いきます。もの早く違うので、3、2、1。社長、支社長、支社長、社長、社長、支社長、支社長、社長。じゃあとりあえず一回ね、とりあえず一回いきますよ。社長、支社長、社長、支社長、支社長、支社長。イエーイ、言えた言えた。誰って感じだよね。あ、振り方違う。社長、支社長、支社長。はい、皆さんも一緒に、せーの。言える？これ超難しくない？そう、これもじゃあ最後、これを言って次の問題に行きます。せーの、社長、支社長、支社長、イエーイ。言えない。社長、支社、社長、支社、社長、社長、社長、支社長、支社、社、社長、支、あ、いいやかない。はい、最後は言いたいですね。はい、最後のはまた難しいです。はい、超、超、ん、超、超社長、ん、調査所、総務、さ、中。調査所、操車中。言ってるじゃん。これは自信ありますね。はい、いきまーす。せーの、調査中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 。言ってない？言ってない？言ってない？調査所、調査中、調査を操作中、調査。意味わかんないよね、言葉も。早口言葉難しいっす。でも一番できたのはこれじゃない？あ、そんなこともない？アルバ、アルバム。あ、言うと。そう、やっぱ難しいですね。そう、調査中、調査中、調査中。で、最後はモモの自慢のやつでいきたいと思います。せーの、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。イエーイ、これは言えるな。あと、あれも言えるよ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。イエーイ。これも言えるよ。カエルペコペコ、ムペコペコ、合わせてペコペコ、ムペコペコ、カエルペコペコ、ムペコペコ、合わせてペコペコ、ムペコペコ。これ読めるよ。この3つは自信ありますね。 あと隣のか、やめとこう。アブリカルビ、アルビカルビ、アルビカルビ。それも言えるよ。アルビカルビ、アルビ、アブリカルビ、アブリカルビ、アルビカブリ。じゃあ普通のは言えるんだね。普通のは言えるけど、これがよく分かんなすぎた。
とにかくこれは難しかったですはい、テロップを出すのを忘れていました。はい、モモの早口言葉256日ありがとうございます。もうちょっと練習します。学校でなぜノートかっていうと、今日なんか社会のノートにプリントを貼ろうとしたら、あれ社会のノートね、社会のノートにプリントを貼ろうとしたらなんかもう社会のノートはなくて、今日急いで社会のノートを買いに行きました。イエーイ。そう、違う、わかんないかなって思ってやっぱちゃんとノートって書いてる。じゃあノートをなくしたんじゃなくて、ノートをもう使い切っちゃったって言った方がいいのかな。ノートをもう使い切っちゃって、ちょうど国語も数学も使い切って、なんかなくなるだろうなと思って、家に2個だけ空いてるノートがあって、2個だけね、2個だけもう持ってったんですよ。それでまあこれはいいかと思ったら、まさかの社会までなくなってて、テレリーン、鼻から牛乳でした。という感じでノートがなくなったの報告でした。でも急いで100均に買いに行ったので、もう明日からは無事ちゃんと勉強していきたいと思いますこちらおしゃれーな、かわいいでしょそうだよ、もう買ったよ、ちゃんと勉強するから多分時間がないんで答えを言いますね。これは桃のジュースです。桃のちょい大人な、こうやってありがとうございます。うん、ベリーグッチョ、ちょちょちょもも、桃のジュースを飲むのまき、ありがとう、ティエトさん、ハートありがとうございます。お腹が鳴りましたということで、8時になるとブチって切られる、切られるので、もうランキングを読んでいきたいと思います。もも桃のジュースを飲みました。もも桃のジュースを飲みましたはい、ということでランキング13位ベルツさん、ありがとうございます。12位ロリコンタンタン、ありがとうございます。11位クロスロードさん、ありがとうございます。10位ガクタン、ありがとうございます。9位どうなるんですかさん、ありがとうございます。8位ホーリーさん、ありがとうございます。ラッキーセブントシさん、ありがとうございます。6位のさん、ありがとうございます。5位いちごパワーさん、ありがとうございます。4位マシマシさん、ありがとうございます。3位消防さん、ありがとうございます。2位ボタン、ありがとうございます。それでは今日の1位参ります。ピンポンパンポーン、チャ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 。今日の1位はスペタンカクタン、ありがとうございます。ここにあるクマさんがぶら下がってるとはもありがとうございます。感謝感激雨あられ。アポッポンといえばね、今日2月2日に着るあのチアダンスの握手会の時に着るチアダンスの衣装が今日平野家に到着いたしました。イエーイ、せーの、 L O V E、 メダンクさん、ありがとうございます。それでは行きます。
だ電池持ってんね。ちょっと家に電池ないから。はい、ということで3851の方ありがとうございます。ゲストもたくさんありがとうございます。今日の大富豪はカラフルに書きました。大富豪を夜の8時5分から8時30分までやります。ももは今大富豪です。イエイ、よろしくお願いします。いい感じに時間配分ができました。はい、大富豪です。都落ちしないように、都落ちをさせられないように、都落ちをしよう、都落ちをくれぐれぐれもしないように精一杯頑張っていきたいと思いますので、皆様応援よろしくお願いします。みんな対戦しようね。ももは大富豪です。それではいきます。せーの、ニニン、ありがとうございました。バイバーイ。対戦しましょう。スタンプ連打するのでよろしくお願いします。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。